ジャッホー、たゆるちゃんです。本日はパニック障害者のダイエット企画5日目ということで、本日もというか本日こそ運動頑張ります。はい、本日は実は昨日に引き続きせっせせたので特別な屋内運動はそれ以外しておりません。いや本当はね、今日こそまた屋内運動続き再開ね、一日ちょっとやってなかったからちゃんとやろうかなと思ったんだけど、ちょっと予想だにせずアクロバッティングでマジね、すっげー疲れちゃってささみかずも食べちゃったでもね、なんとまあ、今日5日目か、5日目なんだけど体重が落ちてました。はい、まあ食事のこととか、まあ1週間の、まあ、何やったかとかっていうまとめみたいのはまた7日目の日にまあゆっくりお話ししようと思います。はい、では明日こそここでブルブルマシンを使って、スクワットやったり腕立てやったり、スキップしたりバービーしたりします。はい、ちなみにこの奥のランニングマシンがあるんですけど、ちょっとたひるちゃんがバカみたいに太ったせいか、ぶっ壊れちゃって使えなくなったので捨てます。はい、ではまた明日お会いしましょう。たひる TV のパニック障害者の屋内ダイエット企画でした。バイバイ。